今日はシャドーキャビネットを開催をさせていただきましたが、今日は法案としてシャドーキャビネットにかけたものはございません。議題となりましたのは2点で、1点は平成23年度の3次補正予算に関しまして、先週の木曜日に税、そして、金曜日にですね、3党の政調会長官で、特会の問題、剰余金の問題、そしてまた、昨日、3党の実務者の間でですね、税外収入につきまして5項目の合意ができまして、全体の合意ができましたので、その合意事項につきましてご報告を申し上げたというところであります。それからもう1点はですね、今日は外交関係、小野寺さんが担当ということでありますが、今日は主要で欠席でありましたので、副担当の井ノ口さんの方からですね、すでに一部の報道で流れました、APEC のですね、でのですね、枝野大臣とアメリカのカーク通商代表との間のやり取りの中でですね、枝野さんの手持ちであった文書につきまして、もうこれまで政府はですね、TPP について、交渉参加に向け関係国と協議に入る、こういう表現を使っておりますけれど、枝野さんの手持ちのペーパーはですね、日本を立つ直前に、野田政権として交渉参加を決断した、そしてまたですね、非関税品目を含め全ての品目分野を交渉の対象とする用意があると、こういったことが書いてございまして、なんか枝野大臣、委員会の質疑の中ではですね、自分は1日早く出てきたんでですね、いろんなパターンのものを用意してた、そこの中の一つのですね、まあ、古いバージョンだかどうか分かりませんけれど、それがたまたま映ったという説明をしたようでありますけれど、おそらく一般的に私も大臣に何回か経験をいたしましたけれど、手持ちのペーパー何種類か用意してましたら、実際に物事が決まった後だったら、A パターン、B パターン、C パターンなので、A を使おう、B を使おうと、他のところを抜きます。間違いなく抜いてやりますから、どうもですね、やっぱりおかしいなと思います。まあ、いずれにしても今日も議論いたしましたけれど、総理の決断力のなさ、そして問題先送り、そして曖昧な表現、こういったことが閣内でもですね、結局交渉を前提とするかしないか、こういう非常に無意味なですね、議論になっておりますし、そして日本とアメリカの間でもですね、見解が違う、こういったことにつながっているんじゃないかな、すべての責任は総理の決断力のなさに尽きる、こんな話をですね、シャドウの中で議論をさせていただきました。それからご質問を行いましたら、ご指名と社名をおっしゃってからご質問いただきたいと思います。ご質問ございましたら。すいません、時事通信の平木です。話は、話ちょっと違うんですけれども、はい、先週前原政調会長とお会いになったときに、先方、前原さん、政調会長の方から、3つの実務者協議、について提案があったと思うんですけれども、はい、これについての自民党の考え方、あるいはその既に答えられたのであれば、その事実関係も。前原さんの方からはですね、子ども手当の問題、それから、農家の個別所得保障の問題、そして、税と社会保障の一体改革について、実務者協議に、入れないかと、こういうお話がございました。まずこれ私の方からも、そしてまたですね、石井、公明党政調会長の方からも、特に税と社会保障の一体改革については、今どうまとめるか、民主党内もですね、はっきりしない段階にある、こういった段階でいきなり実務者協議に入れる、こういう環境にあるとは認識をしていない、こういうお答えを、まあ、させていただきました。また子ども手当の問題、そして、農家の個別所得保障の問題、これにつきましてはですね、また持ち帰らせていただきます。こういう形にしてございますが、
まず農家の個別所得補償についてはですね、3党合意の中で、政策についてもですね、これまでの効果を検証するということで、どこまで検証されたのかよく分かりませんけれど、まずはそういった宿題をやっていただく、そういうことが第一になってくるんじゃないかな、こんなふうに思っております。一方子ども手当の問題につきましては、来年度の予算編成にも関わってくる、そしてまた国と地方のですね、負担割合も決めていかなきゃならないということでありまして、そういったスケジュール化を見ながらですね、必要な協議はやるようにしたいと思います。朝日新聞の園田です。今日シャドウキャビネットの冒頭で谷垣総裁から明日のAPECの報告について質問に立つという話がありましたけど、まず総裁が質問に立つということの重要性と、もう一つはどういう、先ほど会長からも話がありましたけれども、どういう追及をしていくのかという、私が質問するんではなくて、総裁の方が質問するんでですね、具体的な内容については総裁に言っていただいた方がいいんじゃないかなと思いますけれど、この TPP の問題、国民的にもですね、非常に関心が高いというか、非常に大きな不安が広がっているんじゃないかな、そんなふうに思います。週末の世論調査を見ましてもですね、各社の世論調査で8割から9割の皆さんがですね、まだ政府の説明、そして情報提供不十分だというお答えでありまして、この点についてはきちんとですね、APEC にも言ってこられたわけでありますから、確認をしなければいけないな、そんなふうに思っております。非常に重要なテーマだ、こういうことで総裁にですね、自ら代表質問に立っていただくと、こういうことにしたわけであります。おそらく総裁の、質疑の中ではですね、今曖昧になっている点、国民から見ても本当にどっちなんだろうと思っているような点をですね、明確に総理にお答えいただく、こういうことになると思います。決勝の準備です。民政改革法案の件なんですけれども、日野民主党議員の国対委員長会でありまして、平野委員長の方から来週の審議に載せ上がったんですが、岸田委員長は都内の審議する環境が整っていないということで断られました。政調の方で対案作りと今後の議論についてどのようなお考えを持っているか聞かせてください。郵政の法案についてということではなくて、全体のスケジュール感、これを多分民主党の方がお持ちになってないということじゃないかなと思います。私が聞いてますのは、特定の法案というよりもですね、この後まずは予算があるわけです。そして予算を担保するための、財源のですね、確保の、特措法があるわけであります。こういったものを、いつ上げていく、こういうことについてまず与野党間で合意をする、ここがあった上でですね、その他の法案をどうするかという議論に入っているんだと思いますから、そういった意味からすると、特定の法案について今いつどうします、こういう環境にないということを国対委員長の答えになったんだと思います。法案の審議が必要になりましたら、それに必要な準備というのは政調としては進みます。まだその段階にない、このように考えています。共同通信の嬉しいです。TPP について確認なんですが、今自民党として正式に決めているその TPP の立場というのはですね、APEC において交渉参加の表明することには反対であるという11月8日の総務会了承の内容だと思うんです。この先の自民党の立場を、どういうスケジュール感でどういう形でこう見つめていくかということについて、会長のご認識をお願いします。まだですね、この後のマスの、国会での審議もありますし、そういったもの、それを見ながらですね、また次のステップというのは考えていきたいと思いますけど、いずれにしてもですね、政府から少なくとも、APEC に参加をして、そこの中で関係国と協議をされたはずであります。少なくともその協議の結果なりを聞いた上でないと、我が党として次のステップ、どういう判断をするかということはなかなか決めにくいな、そんな疑問を持っています。ただ若干感じておりますのはですね、もう総理として明確な方針は出されるべきだ、これ以上の混乱というのは避けるべきだ、こんなふうに思っております。
それからもう一つですね、いつ参加するのがいいかっていうタイミングの問題以前にですね、TPP というのは本当に環太平洋のですね、自由貿易圏を作っている、こういう目標に向けて、適切な枠組みなんだろうかどうか、こういったことについてもですね、私はクエスチョンマークがつくんじゃないかな、こんなふうに思っておりまして、例えば各通商代表、日本に対する要求としてですね、一つは牛肉の問題、そして自動車の問題、さらには郵政の問題、持ち出されたようでありますけど、牛肉が自由化されているわけですよ。今問題なのは安全基準の問題です。そして自動車の関税もゼロですよ。売れてない、確かに。アメリカの車はですね、ヨーロッパの車の20分の1しか売れてないんですよ。車が悪いんですよ、やっぱり。品質の問題ですから。それを通商交渉でやるというのは明らかに間違いだと思いますし、そういう日米の倍でやってきた昔ながらのですね、対日要求、こういったものをですね、TPP で議論するということだったら、本当に TPP というのは何なんだろうかと、そんなふうに私は疑います。今後はいろんな情報収集等をしながら、小村さん、調査会をベースにして議論を進めるということでよろしいでしょうか。それ以外で結構だと思います。他にいらっしゃいませんでしょうか。はい、NHK の伏見ですが、今日民主党が部門会議でですね、労働者派遣法を改正して、できればその自民公明の協議をしてですね、今国会でも通したいというような意向を示したと言われているんですけども、労働者派遣法への対応、スケジュールについて、お考えがあればいいですね。はい、まず部門会議でですね、何らかの決定をした、そういうふうには、私は伺っていません。また部門会議というものが意思決定の機関なのかどうか、民主党の問題ですから、よく分かりません。そして、じゃあこの、派遣法の問題につきましては、まさに先ほどの郵政と同じ形でありまして、全体の審議スケジュール、こういった目安が 見えてきませんと、こちらとして の対応もなかなかですね、図りにくいな、こんなふうに思っています。ただ我が党としてすでにこの問題につきましてはですね、議論、相当ですね、厚労の田村筆頭をはじめ進めていただいておりますので、環境が整えば、協議することについて約束されています。他にいらっしゃいませんでしょうか。それでは許しございますか。それでは記者会見をこれで終わります。